朝起きのだるいなは五月病。ちょっともう上手やから。そうやね。誰が上手？それ止めてる意味ないわ。ちっちゃい。What？ アメリカ。ご覧のスポンサーの提供でこの番組は。ご覧のスポンサーの提供でこの番組は。おいしい。なんでネタだけ食べる？めっちゃおいしいんだけど。それな。久しぶりのお寿司。お寿司久しぶり？うん。おいしいよね、お寿司。やばいよね、本当に。新学期始まってどう？新学期？うん。友達増えた。おお。さすがやな。同じく。友達増えた。通常通り。なんか言いたそうにしとったけど、全部持っていかれたな。まあまあ、そんな大した腹もなく。普通通常、うん、なんかクラス慣れた。うん。しかももう友達いっぱいできた。よかったね。さすがやな。下手くそなん食べるの。でなんかさ、うん、慣れてきたからか分からへんけどさ、最近体だるない。わかる。だるよな。なんか。あーんってなる。そう、たぶん5月病やで、たぶん。あ、そうなん？うーん。5月病。5月病っていうのは、うん、5月から抜け出せない人のことを5月病と言います。マジで言ってる？って言ってる。だよねー。そうなんや。そうなん？気張り詰めてたやん、4月って、うんうんうん。なんか新しい新生活みたいなので、うんうんうん、なんかそれが、ふわーってこうなんか、溶けた時っていうのがなんかゴールデンウィーク終わった後やねんて。あれは普通に朝起きのだるいなーは5月病。そんなの毎日自分の平日体の調子の問題じゃない、うん、それはポテンシャルの問題。そうやと思うよ。あれやろ、毎朝起きるんやろ。そうそうそれはなんか多分5月に関係なくもう学校かっていうやつ。朝病。朝から抜け出せない人、うん、そう、朝病じゃない、それは。お布団から出れない。布団病。全部そうやんじゃん。ただの怠け者じゃない、これ。間違いない。なあ、ほんまにやめて、ちょっと。ハマチコチャンネル。お腹いっぱい。いっぱいになる。めっちゃ食べたな。食べたな。ほんまやな。足りた？うん。もう一皿いける。あのさ、ガチか。お寿司のさ、あのこの一つのあれをさ、でかくない？皿扱いせんといて、もう一皿いけんの？そういうことな、うん、もう一皿全部サーモン。あ、サーモンが食べたらんかったってこと？そういうこと。エビ食べすぎたから。あ、そう、サーモンがもっと食べたかった。そうやな。だって、よう食べんな。な。最近暑くね？うん、めっちゃ暑い。暑いよな。暑いな。今日さ、ここ来るまで半袖出てきた。すごい。いやでももう半袖めっちゃ多いよ。電車の中も半袖だらけやったもん。え、マジ？あれタンクトップの人もおったで。え、マジ？それはすごい。タンクトップの人もおった。すごもう確かにジロジロ見られちゃう。どういうことさ、それで。どういうこと？夏だから。全てが見られちゃう。夏やから？うん。暑いから？うん。暑苦しいんじゃない？全てが見られる。大丈夫大丈夫大丈夫。勘違い勘違い。私めっちゃ見られる。もうどうでもいいから風呂入ってきて。もうほんまに早いお風呂入って。風呂入ろう。はい、よっしゃ。お風呂入ってきて。はい。せーの。お風呂いただきまふー。お風呂が味噌汁やな。どういうこと？全部さ、食べ物に変換するのやめてくれへん。の。もう早い入ってきて風呂。じゃあねー。バイバーイ。うん、眠いだ。じゃあねーばーい。おにぎり。どういう？お風呂気持ちよかったな。めっちゃ気持ちよかったね。ママ、パイナップル取って。よう食べんな。どんだけ食べるん？の食べすぎや。どうぞ。あ、やった。そっちか。それか。食べ物じゃなかった。これか。
食べ物じゃなかったわ。食べ物が食べ物じゃないよ。あいよと。手かかる女やな。気持ちいい。声のまーちゃん全然さ続かんかったのにこれだけめっちゃ続いてんの。だってこれ気持ちいいし、うん、ベタベタせえへんもん。そうな、確かにな、うん、まーちゃんベタベタするやつ苦手やもんな。そうやな。これちょっと祭りの前髪染めたり。はい、あ、そうやな。ちょっと持ってかなのあれやから。誰だ女子やねん。それ止めてる意味ないわ。ちっちゃい。じゃあ私は手に塗ります。はい、じゃあ小羽もこれ、ね、腕に塗ろうかな。おお気持ちいいね。これマジで塗りやすくて好き。わかる。いいよな。まーちゃん腕に塗ろう。これな、塗るだけで無駄毛ケアも一緒にできるんやで、うん、おーすごい。めっちゃいいやん。めっちゃいいね。なちーちゃんさ、無駄毛ケアさ、うん、結構めんどくさがりで全然やらへんけどさ、うん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 、これめっちゃ使いやすいからな。ずっと使ってる、うん、から続いてる。めっちゃ簡単やもんな、うん、シュッシュってするだけやし。そう、うんうんうん、いいよな。なんか肌弱い人でも使えるし、うん、これの1歳から使えねえて。うわーおー吸い付く感じがいいよね。せやんな、いいよな。肌がみずみずしくなってきた。プルンプルン。これさ、敏感肌の人でも使えるからさ、肌に優しいよね。え、なあ、マジで染みにくい、うん、ちーちゃん、うん、この中でさ、一番敏感肌やんか。うん、肌弱いね。そう、肌弱いけど全然使えるもんな。これマジで使える、めっちゃ。小羽根もさ、最近これ使ってるねんけどさ、うん、マジでこれいいな。そう、だからさ、え、これさ、みんな持ってるやんか、うん、だから東京とか行くときさ、もうこれ一本でよくない？ほんまに。ほんまや。マジで。ホテル泊まるときな、いつもみんなそれぞれ持ってきてんのにな。そうそうそう。一本で足りるやん。な、足りる。みんな使ってるから。誰が持っていく？これは、まーちゃん。まーちゃん。まーちゃん。そうやな。な、荷物一番少ないもんね。あ、まーちゃんに持ってきてもらおう。頼んだ。お願いします。お願いします。もう半袖の時期やんか。ちーちゃんとこーちゃん、無駄毛どうしてる？まーちゃんやばいねん。もうや。生えてる。ほんまや。生えてる。まーちゃん、ほんま気にすんねんな。2ミリ。早ない？ 2ミリ。そんな生えてんの？うちらあれやんな。普通にカミソリで剃ってるよな。カミソリで剃ってる。いいな、まーちゃんもやりたい。まーちゃん一人は危ないんちゃう？危ないと思う。まだちょっと早いんちゃう？うん、ちょっと早い、ね。いや、早いよな。まね、気にすんの早いな。危ないわ。このな。うん。ローションと同じところから、うん、パイナップル除毛クリームっていうのがあるんやけど使ってみる。 おい、使う。今のうちに使う。使う。やってみる。やってみる。ほんならこれやねんけど、うん、やってみる。え、すごい。パイナップル。お前一緒や、うん、そう、同じとこやろ。美味しいの？食べないでください。食べないでください。米印食べないでください。じゃあママもさ、無駄毛に悩んだ時期あってんよ、やっぱ、うんうんうん、お年頃の時は、ね、やっぱりね、あるよね。カミソリはマジでおすすめしない、やめた方がいい。なんか無駄毛だけじゃなくて皮膚もやっぱ削れてまうし、あの剃ることでさ、毛穴も目立ってまうのよ、うん、あー、わかる。黒いポツポツポツって、あるあるある。やろ、ここで肌もやっぱ削れてるから、うん、めっちゃ肌荒れする。わかる。めっちゃ痒くなれへん。わかる。チクチクすするしさ、あの友達と会った時さ、ちょっと気まずくなる。わかる。あんたやったことないやん。何言うてんの。言いたいだけやん。わかる。だからな、このな、除毛クリームやったらさ、うんうんうん、あの毛先が丸くなるのよ、うん、除毛クリームって、うん、丸くなるからチクチクしにくいのよ。あ、なるほど、めっちゃいい。そう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 、だからこれやったらさ、まーちゃんも安心やし、ちょっとやってみる。そしたらやってみる。私もやってみる。わかるじゃないの、そっか。わかる。ハマチコチャンネル。待って、めくりすぎじゃない？準備満タンね、うん、じゃあ、うん、塗ってください。はい、塗ります。ここら辺ばーっと、ちーちゃんはここら辺で、うん、こっちゃんは、うん、あ、こっちもめっちゃ注文多いやん。ここ、ここ、まあ、ここら辺かな。いきますね。いきますね。冷たいの出てくる。あ、ちーちゃんとこっちゃん逆からだ。あ
伸ばこれで伸ばしていきますね。いいですか？はい、本当に伸ばしてもいいですか？いいんだよ。いいですか？いいから。いいですか？早くして。いいんですか？早く。どんなんやん。おお。なんか気持ちいい？なんかクリームチーズ塗られてるみたいな。もう何でも食べ物に見えねんな。毛覆うような感じでやった方がいいと思う。はい。同じ場所になってる。はい。注文多いね、こちらのお客様。もうちょっと上塗って。わかりましたよ。上も何？ここら辺も。あ、もうちょっと上。マジで注文多い、このお客。ここら辺も行きましょう。わー！あはは！胡椒バイ。胡椒バイ？胡椒バイ。なんか痛い？まあ、全然大丈夫。脳も痛くない。すごい。めっちゃここ詰まってますね。詰まってますね。すんませんね。もっとこっちを見習いなさい。マジでうるさい、この客。マジ。これで5分から15分置きます。はい、15分経ちましたー。はーい。はい、やーん。取っていきますか。はい。そうよね。はい。なんかムダ毛が縮れてきたように見えたら、うんうん、除毛完了のサインなんやって。縮れてきてるわ。なってる。え、ほんまや、なってる。ちゃんとなってる。ね。はい、ほんじゃ拭き取りますよ。はい。はーい。いきまーす。ティッシュかね、タオルで拭き取るみたいやで。せーの。はい。おお。すごい。おお。取れた。めっちゃ取れてる。なんか取れてる。なんかちょっと私がなんかあれみたい、汚いみたい。え、そんなことないよ。そんなことないよ。なくないよ。逆に綺麗になったよ。そうやで、めっちゃ綺麗になってる。ほんまや、なくなってる。ほんまや。ほら。なくなってる。綺麗や。すごいやん。よかったやん、まーちゃん。まーちゃん、夢かなったよ。嬉しいな。これでね、できるんだったらめっちゃいいよね。ほんまやね。おお。おー、取れてる。ほんまや。ほら。あ、めっちゃ取れてるやん。めっちゃ取れてる。おー、すごい。めっちゃ綺麗やん、ここ。すごいね。すごいね、ほんまに。めっちゃ綺麗やん。痛くないやろ、まーちゃん。全然痛くない。じゃん。ほんまや、いっぱい取れてるわ。おー。いいやんか。すごいやん。まーちゃん、美人の第一歩に進めたわ。そうやね。そうやん。よかったやん。めっちゃ綺麗になったな。のえ、めっちゃ取れてんで、まーちゃん。え、すごいね。え、めっちゃ綺麗やね。めっちゃずるずるやねんけど。よかったやん。ちょっと今から洗い流そうか。うん、あ、そうやな。うん、こう。うんうんうん。綺麗にちょっと石鹸で洗いに行こう。はぁ、すっきりめっちゃ綺麗になったな。あ、綺麗になってる。めっちゃ綺麗。すごいな。ただ、まーちゃん。除毛した後は絶対保湿必要やで。パイナップル。まーちゃんがパイナップルって言ったらさ、果物想像しちゃう。え、わかる。なあ、このな、ローションも一緒に使ったらツルツルキープやで。はい、うん、はい、ローション塗っとくんやで。はい、じゃあ塗ります。塗ってください。ピシュッ。おおぉ。そのいちいちするさ、そのなんかあのアメリカのリアクションだ。いやね、まーちゃん毎回そうじゃない。わお。おぉ、気持ちいい。気持ちいい？気持ちいい。おぉ、もちもち。え、すごい。すごい。もちもち。えな。めっちゃしっとり。やばいね。やばくない？めっちゃすごいねんけど。お家で塗るだけでさ、簡単にムダ毛ケアできるから楽やね。の、これでデート行ける。デート流行んない。うん、まず最近相手じゃね。うん、な、うん。What? まだ、まだ出た、これ。 What? 腹立つわ。ハマチコチャンネル。イベント楽しかったよね。めっちゃ楽しかった。ねえ、イベントロスじゃね。え、マジで。ほんまにマジで。イベントの時やりたかったわ。あー、ほんまや。確かにね。ほんまや。あと、友達とプール行った時とか、彼氏とデート行った時とか。うん、だから相手見つけ。まず相手な。
What? またアメリカも。Do you know pineapple? 知ってるよ、パイナップルぐらい。パイナップル。あ、何してる？ハングリーもうええわ、明日もちょっと朝早いから早くちょっと寝るで、もう寝ます、マジで眠たい、おやすみおやすみ、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 うるさいわ、もうおやすみ、おやすみ、ハマチコチャンネル、パイナップルローション、パイナップルローション、ここにあった。よっしゃい。これ最近使っててな。これね、使い心地よくてね、肌に優しくていいね。これ、ハーキチ。ハーキチ。最近な、あんたら寝た後にパパ気に入ってこれ使ってんねんで。最近貼るの早いと思ってた。パパが使っとったんかよ。わ。